といえばソビエトカップで10点満点を記録していますエレナ・ダビドワです。これです。ひねりが入りまして前方宙返り飛び込み前転です。これも世界で彼女ただ一人でしょう。その後の柔らかい動き、ダビドワの床運動は本当にこちらソビエトでは人気者です。ちょっとアラビア風の動きが入りました。ネリーキムと並んで3種目を終わってダビドワは5位にいます。10点満点が記録されました。規定と合わせてこれで5回10点満点が記録されました。モスクワオリンピック